セザール・オーギュスト・ジャン・ギオーム・ユベール・フランクは、ベルギー出身、フランスで活躍した、作曲家、オルガニスト。ネーデル・ラント連合王国のリエージュに生まれ、この町で1834年には、最初のコンサートを開いている。弟のジョゼフと共に幼くして、ピアノの才能を示し、父は彼らをリストのような大ピアニストにすべく、英才教育を行った。 1834年に、リエージュ王立音楽院を卒業し、1835年に、一家で、パリに移住すると、アントニーン・レーハなどに教えを受けた。1837年に、パリ音楽院に入学し、作曲、ピアノ、オルガンなどを学んだ。1842年に退学式教したが、1844年には、再びパリに戻って活動した。 その後作曲家志望を固め、また父の意に沿わぬ結婚をしたことなどから、父とは決別した。リストやショパンにも、才能を注目されたが、ピアノ教師として、またその後は、教会オルガニストとしてつましい生活を送った。この観作曲家としてはオラトリオなど宗教音楽を、中心に手がけている。また、 フランス国内を広く旅して、オルガン製造者のアリスティド・カバンエイ・コールコルが、設置したオルガンを紹介して回った。1858年に就任した、サントクロチルド聖堂のオルガニストの職には、その後生涯にわたってとどまった。1871年には、サン・サンス、フォーレラと共に、フランス国民音楽協会の設立に加わり、1872年に、 パリ音楽院の教授に迎えられた。最晩年の1885年頃から、バイオリン・ソナタイ長長・イ・長ョ公共曲に単調など、現在よく知られる代表作を次々に作曲し、にわかに注目された。彼の弟子のヴァン・サン・ダンディ、エルネスト・ショーソン、ガブリエル・ピエルネ、アンディ・デュ・パルク、ギー・ロ・パルツやその影響を受けたアルベリク・マニアールラは、フランキストと呼ばれ、後に、 ドビュッシーラの印象主義音楽と対抗することになる。リエージュにあるフランクの聖火フランクはネーデルラント、連合王国のリエージュで生まれた。元来ドイツ系の家系で、父のニコラ・ジョゼフ・フランクは、銀行家で、ベルギー国境付近の出身、母のマリー・カテリーヌ・ヌバルブ・フランクは、アーヘンの出身であった。セザールは幼い頃から絵画と音楽の才能を、示しており、 父のニコラ・ジョゼフは、息子が、フランツ・リストやジギスモント・タールベルクのような若き、振動ピアニスト兼作曲家となって、一家に、富と名声をもたらすことを夢見ていた。父によって、リエージュ王立音楽院に送られたフランクは、ソルフェージュ、ピアノ、オルガン、火星楽を、ジョゼフ・ドーソワー・アニュメ・ユールラ他の下で学んだ。フランクの演奏会デビューは1834年の、 ことで、建国間もないベルギー王国の国王レオポルド一世も臨席していた。1835年、息子をより広い聴衆の前に出す時が来たと決意した、父ニコラ・ジョゼフは、彼と弟のジョゼフを引き連れて、パリへと赴き、彼らに、アントニー・イン・レーハによる、対応の、またピエール・ジメルマンによるピアノの個人的なレッスンを受けさせた。 レーハとジメルマンはパリ音楽院の教授も務めていた。10ヶ月後にレーハがこの世を去ると、ニコラ・ジョゼフは二人の息子の音楽院入学の方作を模索するようになった。しかしながら、音楽院は国外の学生を受け入れていなかったため、ニコラ・ジョゼフはフランス国籍の取得に向けて動くことになり、1837年には帰化が認められた。この間ニコラ・ジョゼフは、 パリで息子らが単独で、もしくは二人が同時に出演するような演奏会やリサイタルを企画した。こうした場で彼らは主に当時の流行音楽を演奏し、概ね好評を得ていた。1911年まで使われていた旧パリ音楽院校舎セザールとジョゼフは1837年10月にパリ音楽院に入学を果たした。セザールは、 ジメルマンの下で引き続きピアノの修行を積むと同時に、エメル・ボルンに作曲を指示するようになった。彼は1838年、初年度の終わりに、ピアノの一等賞を獲得し、以降も高い水準の演奏を維持していった。一方で、大宝の成績はそこまで目覚ましいものではなく、1838年から1840年まで1年ごとに三等賞、二等賞、 一等賞と順位を伸ばしていった。フランクはフランソア・ブノアのオルガンの指導も受けるようになり、演奏と即興演奏を学んで1841年には二等賞を獲得した。その翌年には作曲でローマ大賞への出品を目指していたものの、理由は不確かながら1842年4月22日に音楽院を自主退学してしまう。 父ニコラ・ジョゼフがフランクに音楽院を去るよう命じたのではないかと考えられる。フランクは学問の習得に励む傍ら、父の養成により、個人的な音楽指導を行い演奏会もこなしていた。それは彼にとっては辛い日々で気性が荒く、執念深くさえあった彼の父の振る舞いにより、毎日が楽になるようなことはなかった若いフランクが、 時にバイオリンを演奏する弟を伴って、自作曲を交えながら披露する演奏会は最初こそ、好意的に受け入れられたものの、次第にニコラ・ジョゼフの商業的な息子の売り出し方が、パリの音楽雑誌や批評家の反感を買うようになった。フランクのピアニストとしての技量は認められていたが、この時点では公正に判断するならば、彼の作曲家としての腕前は未熟なものだった。 状況は、ニコラ・ジョゼフとレビューイ・ガゼット・ムジカーレ氏で、主席評論家を務めるアンリ・ブランシャールの間で、確執が生じたことで、さらに悪化した。ブランシャールは、ニコラ・ジョゼフがひどく気取っていることを告評し、上の息子の、荘厳な名前をわざけった。こうした敵意は、疑いなく、個人的なものであったが、ニコラ・ジョゼフに、ベルギー帰国が必要だと思わせるには、 十分だったようで、1842年に、有無を言わせぬ命令が下されたフランクは、音楽意味を後にして、父につき十、ガワざるを得なかったのである。フランツリスト、1843年ベルギーへ、帰国した、フランクだったが、祖国には2年ととどまらなかった。収入源となるような演奏会を開くことはできず、批評家たちは無関心か。 軽蔑的かのいずれかであり、ベルギーの宮廷からの援助は得られそうになかった。資金を得る術はなかったのである。ニコラ・ジョゼフに関する限りは、帰境が失敗に終わったため、息子をパリでの音楽指導と家庭向け演奏会の生活に引き戻そうとしていた。この演奏会について、ローレンス・デービスは、過酷で見入りの少ないものだったとしている。しかし、 長い目で見ると赤きフランクにとって、この経験は有益な側面も持ち合わせていた。なぜならこの時期にパリへ戻れたことで、彼は音楽院に復学して、最後の数年及びその後の時間を過ごすことができたからである。また、彼の最初の成熟した楽曲となるピアノ三重奏曲集が完成したことにもこの期間の役割が大きい。これらの作品は、 フランク自身が初めて自作と認めたものであり、作品を見たリストは激励と建設的批判を与えた、上で自らも数年後にバイマルで演奏している。1843年、フランクは室内楽作品以外では初の挑戦となるオラトリをルツの作曲に取り掛かった。この作品はリスト、マイアベーアオ。 はじめ他の有名音楽家を招いて1845年に私的に初演され、ほどほどの賛辞と前向きな提案を得た。しかしながら、1846年初頭に行われた公開初演においては、聴衆が関心を示さず、オラトリオの芸術性の欠落と単純さには、冷たい批判が浴びせられた。この作品が次に上演されたのは1872年。 大回転を加えた後のことであった。これに伴い、フランクは、公の活動からは、実質的に身を引き、教師と伴奏者として、火の当たらない生活をするようになった。彼の父も、しぶしぶこれを認めた。フランクは、パリとオルレアンの両方で、こうした仕事や、歌曲や小規模な作品の作曲の依頼を受けていた。 彼のもとには1848年の第2、共和制の成立を祝し、これを強固にするような作品の依頼が舞い込んでおり、そうした作品には、聴衆が関心を示すようなものもあったが、ルイ・ナポレオンの下で、第2位訂正が立ち上げられたことで、演奏の機会を失ってしまった。1851年には、オペラ、頑固な召使いに取り組んだものの、リブレットは、 最低の文学的出来であり、曲は慌てて書き付けられたようなものだった。フランク自身も、修正、印刷する価値のないものだった。と言い続けることになる。しかし、概して言えばこうした、陰遁生活はそれまで脚光を浴び続けてきた、フランクには休息となったと考えられる。フランクは、神のおぼしめしに従い、未だ全くの闇の中にいた。 そして、この期間に生じた二つの大きな変化が、彼のその後の人生を形作ることになっていく。まず一点目は、フランクが両親とほぼ完全に縁を切ってしまったことで、ある。直接の原因となったのは、彼が、ピアノの教え子であった、ウジェニー・フェリシテ・カロリーヌセヨと親密となり後に、恋人関係となったことであった。彼女の両親は、 デムソーという芸名で活動するコメディフランセーズ会社の一員であった。フランクは彼女と音楽院時代からの知り合いであり、若いフランクにとってフェリシテデムソーの家庭は威圧的な実の父からの避難所のような存在となっていた。1846年にニコラ・ジョゼフは息子の書類の中から喜ばしい記憶の中の F デムソー上への展示が されれたたた楽曲をを発見し本人の目の目前でそれを破り捨てたこともあったフランクはそのままで無双系と向かい、記憶を頼りに曲を書き起こして、賢治と共にフェリシテートを送った。ニコラ・ジョゼフとの関係は、彼が息子の婚約や結婚の意思を一切認めようとしなかったことで、さらに悪化した。ニコラ・ジョゼフはさらに母を苦痛に陥れたとして、 フランクを避難し、フランクの、いかなる演番も、夫婦間の毒殺事件という終文につながるに、違いないと怒鳴りつけたのである。7月のある日曜日、フランクは持てるものだけを持って、両親の家を後にすると、そのまま歩いて、デムソウ家に向かって移り住んだ。デムソウ家で歓迎を受けた、彼は二度と実家には戻らなかった。この時以来、若いフランクは、名乗る際や、 書類や作品への署名をセザール・フランクもしくは単に C ・フランクとするようになった。これは彼が父ときっぱり決別し、かつ周囲にそれを知らせようとする意志の表れであった。彼は元の自分とはできるだけ違った新しい人間になろうと決意したのである。カバイエイコール・コル1855年頃フェリシテの両親の注意深くも、 友好的な眼差しの中、フランクは彼女へ求婚し続けた。1847年に、彼が25歳となるや、いなや、彼は父に、フェリシテとの結婚の意思を伝え、実際に2月革命が勃発したのと同月の1848年2月22日に、念願を成就させた。教会にたどり着くまでに一行は、革命軍が築いたバリケードを乗り越えなければ、 ならなかったが、ダンディが伝えるところでは、この仮説の要塞の後方に集まっていた大勢の放棄民が進んで手助けをした。結婚にあたっては、フランクの両親も和解の上、式典に出席するとともに陶器簿への署名を行った。この時のノートルダムドロレット教会が、フランクの教区教会となった。二点目は、上記のように、ノートルダムドロレット教会が、 フランクの教区教会となったことであった。1847年にこの教会のオルガニスト補佐となったフランクであったが、これを契機として次々とより重要で影響力の高いオルガニストの職を歴任していくことになる。フランクは音楽院時代にピアニストとして異彩を放ったのと同じようにオルガニストとして輝きを見せたわけではなかったが、彼は オルガニストの職を職望しており、そこには安定した収入が望めるという理由が少なからずあった。こうして彼は人々の礼拝に必要な技術を学ぶという形でローマカトリックへ時へする機会を得て、時折上司に当たるアルフォンス・ギルバの代役をこなすこともあった。この教会におけるフランクの働きが1851年に新しく混流された。 サンジャン・サンフランソワ・マレ教会に牧師として移ってきた、ダンセル牧師の目に留まった。2年後、牧師はフランクを、ティチュラの地位、すなわち、第一オルガニストへと誘う。フランクの新しい教会には、アリスティド・カバイエイ・コールコルが設置した、優れた、新式のオルガンが備えられていた。カバイエイ・コールコルは、芸術性に恵まれ、機能的には、 革新的な大オルガンの制作で名を馳せていた。フランクは、私の新しいオルガンはまるでオーケストラのようだ。と述べていた。フランクの即興演奏の能力は、非常に必要とされるようになっていた。というのも、当時の礼拝の監修においては、ミサや礼拝で歌われる、単戦律成果の伴奏を行った上で、 そこから楽奏を派生させて、聖歌隊による歌唱や、神父の説教との間をつながねばならなかったからである。さらに、フランクの演奏能力とカバイエイコールコルの楽器への愛情が合わさったことで、彼はカバイエイコールコルと協力関係を結ぶことになる。フランクは、フランス中を訪ねて回って古い楽器を引き立てると、 共に、新しい楽器の除幕式で演奏する役割を担った。ノートルダム・ドロレット教会のオルガン機を、同じくして、フランスにおけるオルガン演奏には、革命が起こっていた。バッハの電気作家として知られるヨハン・ニコラウス・フォルケル、文化で、ドイツのオルガニストであるアドルフ・フリードリヒ・ヘッセは、1844年の、パリにおいて、バッハ作品の演奏が可能となるような試験版の、 技巧とドイツ式の足鍵盤を披露した。これはフランクがブノワから音楽院で学んだ奏法の範疇からは全く外れたものだった。大抵のフランスのオルガンにはそうした作品に用いられている足鍵盤の音がなく、クープランの時代から続くフランスの由緒ある古典的なオルガンの伝統も、その当時は即興演奏を重視するあまりないがしろにされていたのである。 ヘッセの演奏もまばゆい超絶技巧によって、一過性の騒ぎになったに過ぎないと思われる。続いて1852年から1854年に、かけては、当時ブリュッセル王立音楽院のオルガン科で教授を務めていた、ジャック・ニッコラ・レメンスがパリを訪れた。レメンスは、技巧的なバッハ演奏家であるにとどまらず、 すべてのオルガニストが正確に音を濁らせず、レガートのフレージングを持って演奏できるようになる、オルガニ指導法を開発した人物だった。フランクは1854年に、レメンスが出演したのと同じ就任記念演奏会に出席しており、レメンスの古典的なバッハの解釈を高く評価するのみならず、その素早くかつ均質な足鍵盤裁きにも賞賛を惜しまなかった。 バラによれば、オルガニストになる前にピアニストであったフランクは、生涯自分自身で、レガートの様式を確立するには至らなかったものの、そのような技術を取り入れることで、オルガン演奏の幅を広げることができるということは、認識しており、技術の習得に向けた取り組みを開始していたという。サントクロチルド聖堂のオルガンフランクは、彼の三つ目かつ最後となる、 オルガニスト職に刺激され、活気づいていた。1858年1月22日、彼は、封建間もない三徳のチルド聖堂のメートルド・シャペルのオルガニストに就任した。この職は、彼がその後生涯にわたって止まるものである。7ヶ月後、この教会に新設された、カバイエイ・コール・コルのオルガンは3段の鉄拳板を備えるもので、 フランクがこの楽器の清掃者になるとともに、テオドール・デュボアが合唱指揮者と副オルガニストを務めることになった。このオルガンがフランクの演奏と作曲に与えた影響は最初期のピアニストとしての経験同様に、彼のその後の作曲活動を考えるにあたって無視することはできない。ノルベール・デュフォルクはこの楽器について疑いなく、 制作者のこの時期までの傑作として位置づけられると記している。フランク自身はサントクロチルド教会の司祭にこう述べている。私がどれほどこの楽器を愛しているのか、あなたがご存知だったなら指の下でのしなやかさ、そして私の思いに従順なことといったら、フランク自身も30件の足鍵盤を持つ、 このオルガンの性能に負けじとプレイエール社から購入した練習用の足鍵盤を自宅に置き、教会のオルガンの前で何時間も過ごすのに加えて足鍵盤の技術向上に勤しんだ。このオルガンが持つ響きの美しさと注がれた優れた技術により、彼は即興演奏家として、またオルガンはもちろん他のジャンルの作曲家としても名声を得るようになっていった。 オルガン曲、声楽曲、そしてハーモニウム曲が順繰りに作曲されるようになり、そうした中で生まれた楽曲では、三世のミサ曲が最もよく知られる。この作品は何年もかけて作曲されたために、楽勝間で出来が不揃いであるが、ここからフランクの作品中でも最も長く愛される曲の一つで、ある天使の糧が生まれている。 これ以上に注目されるのが1860年から1862年にかけて書かれたオルガンのための6曲集である。この曲集は今日でも演奏機会の多いオルガンであり、ローリン・スミスによれば100年以上にわたるフランスのオルガン芸術史における初めての傑作、そしてメンデルス・ゾーン以降に書かれた最も重要なオルガン音楽である。フランクは各曲を サン・サーンスなどの同僚のピアニストやオルガニスト、師であるブノア、そしてカバイエイコールコルに検定している。曲集中の前奏曲、フーガと変奏曲オーパス18と公共的対局オーパス17は、フランクのオルガン作品の中でも最もよく知られるものである。オルガンを演奏するフランクオルガニスト、即興演奏家としての名声が高まるにつれ、 フランクはますます、カバイエイコールコルが新設、または改修したオルガンの除幕式や、封建式での演奏を任されるようになっていった。彼は、ルイ・ルフェビュール・ベリーがオルガニストとなった、サンシュルピス教会の新しいオルガンをはじめ、以降ノートルダム教会、サンテチエンヌ・デュモン制度を、サントトリニテ教会などで演奏した。これらの楽器の中には、彼が単独、 もしくはサン・サーンスと共に助言を行ったものもある。フランクが担当するサント・クロチルド聖堂では彼の即興演奏を聞くために人々がミサや礼拝に訪れ始めていた。さらにフランクは自作や他の作曲家の作品を取り上げて聖堂でのオルガン演奏会を開催するようになっていた。そうした中で おそらく最も知られる演奏会は1866年4月にリストが出席した日曜ミサだろう。聖火大積に腰掛けてフランクの即興演奏を聞いたリストはこう述べた。あの時のピアノ三重奏曲集を書いた人物のことをこれまでに私が忘れてしまうことなどあり得るだろうか。これに対してフランクはこう不平を漏らしたのではないかと思われる。 あれ以降、もっといい仕事をしてきたと思うのだが、その一月後にリストは、サントクロチルド聖堂において、フランクのオルガン作品を紹介する演奏会を企画し、聴衆から好評を得るとともに、音楽雑誌にも好意的に報じられた。フランクは、リストだけでなく、活動の主軸をドイツに置く、ハンスフォンビューローの演奏が聴けることを喜んだ。また、 フランクは1869年にノートルダム聖堂でアントン・ブルックナーの演奏を耳にしドイツのオルガン音楽とそれらをいかに演奏すべきかという点について理解を深めている。彼は定期的に文化性の集まりを催すようになり、オルガンには建前から関わっていたに過ぎなかった弟子たちもフランクの作曲技法に関心を示すようになっていった。フランクは この時期にも合唱を用いた作品を作曲し続けたが、大半は出版されないままとなった。当時は音楽院を修了した音楽家でも皆がそうであったように、フランクは過去の達成音楽に詳しくなかった。フランクは礼拝音楽をその当時の様式に沿って作曲し、デイビスはこれを宗教的な偏りを持つ世俗音楽と表現した。 そうした状況ではあったがフランクは1869年から主要な合唱作品となるオラトリを私服の作曲に取り掛かり、不屈戦争の勃発による中断等を経て10年余りをかけて完成させた。1848年の革命の際と同様に、この戦争によって彼の弟子の多くがパリを離れ、もしくは戦闘で落命するか障害を負うなどして、 彼の元から去っていった。彼は再び愛国的な楽曲をいくつか作曲したが、当時は時代の厳しい状況の下では演奏されることはなかった。収入が減少するとともに、食料品や燃料の価格が高騰し、フランクとその一家は経済的な苦境に陥った。音楽院も1870年から1871年の年度は開校しなかった。 こうした中、フランスの音楽家の間には、自らの音楽に対する認識の変化が生じていた。とりわけ戦後からは、確固たる、フランスの音楽として、ガリアの芸術あるすガリカを追い求めるようになったので、ある。この言葉は新たに結成された、国民音楽協会の標語として掲げられた。フランクは、協会の最古参の会員となり、 1871年11月に開かれた最初の演奏会のプログラムにはフランク作品が取り上げられた。有力なフランクの門弟だったバンサン・ダンディ・フランクの名声は今や演奏家として国民音楽協会の会員としてそして少ないながらも忠実な弟子たちの存在によって広く知れ渡っていた。1872年に授業を再開した。 パリ音楽院で、ブノアが、オルガン科の教授から退官すると、フランクが公認として押されることになる。誰が、推薦人であったのかについては不確かな点がある。サン・サーンスとテオドール・デュボアはそれぞれ異なる時期に、自らの関与を認めており、それは、カバイエイコール・コルも同様である。確実なのは、フランクの名前が候補者一覧の一番上に、記載されていたということ。 そしてこの推薦によってフランクが人形に必要なフランス国籍を有していないことが公になってしまったという決まりの悪い事実であった。フランクの父のニコラ・ジョゼフは息子を音楽院へ入学させるべくフランスへと帰化させていたが、これはフランス政府に成人として忠誠を宣言しなければならない21歳までの期限付きだったということを フランクは知らなかったのである。フランク自身は父による国籍変更の手続き以後、ずっと自分がフランス国民であると考えていたにもかかわらず、実際は知らぬ間に元の国籍であるベルギーへと戻されて、人生の大半を過ごしていた。すぐさまフランクは再度帰化申請の手続きに入り、1872年2月1日に、 予定されていた人形は1873年へと変更になった。フランクの下に集った弟子の多くは音楽院で学んでいたものか在籍中の学生であった。中でもバンサン・ダンディ、エルネスト・ショーソン、ルイビィ・エルヌ、アンリ・デュパル・クラはとりわけ有名である。この集団は徐々に指定感で相通ずる尊敬と愛情によって固く結ばれるようになっていった。 ダンディはこれを新たな門弟が、ここに、しかし誰もが、死のことを、ペール・フランク・ペール・フランクすなわち、父・フランクと呼ぶようになったことと関連づけている。一方、フランクは、教員生活において、緊張を強いられる場面も経験していた。彼はオルガンによる演奏や、即興の技術と同等に作曲の指導を行う、傾向があった。また、音楽院が認可した。 公式の教科書や参考書を軽視する姿勢により、彼の指導方法は合理的でないとみなされていた。さらに彼の一部学生からの人気に嫉妬を感じる教員も現れ、ローマ大賞など各種の賞の選考において、フランクの教え子はそうした、教授陣から偏見まじりの審査を受けることもあった。バラはフランクが、彼の信じる単純な本質は理解されなかった彼。 自身が常に親切な雰囲気を向けられていると感じていた音楽院の中でさえ彼はいかほどの不快な類の指摘を受けたことだろうかと記しているフランクが1865年から住んだ家に掲げられた名盤フランクの立場は長年温めていた楽曲の構想を楽譜に起こせるようなものとなっていた彼は私服の作曲を中断してオラトリオ 食材、公共誌、アイオリスの人々、オルガンのための3つの商品、ピアノ50奏曲などや他の多くの小規模作品に取り組んだ。私服は最終的に1879年に初演を迎えることとなったが、これはフランクの他の多くの合唱曲や還元楽曲の場合と同じく成功しなかった。作品は全体としてではなく、 細分化された上での抜粋だった上、適当なオーケストラがなかったために、ピアノ伴奏で演奏された。さらにダンディでさえ指摘しているのは、フランクがゴスペルの私服の中に表現される美徳と対比される、罪悪を音楽的に表現できていなかったらしいということである。この理想の罪悪の擬人化は、フランクの本性とあまりにかけ離れており、 彼はそうしたものを適切に表現することができなかった。その結果生じたバラが述べるところの単調な印象は、フランクの忠実な文化生にすら、私服の一つの作品としての存続可能性について推測させるに及んだ。1880年代になり、フランクは気づくと、様式的に主張の異なる二軍の板挟みとなっていた。一方は、 最初に慣れ親しんだスタイルからの変化を好まなかった、妻のフェリシテであり、他方は、おそらく彼が影響を与えるのと同じように彼、自身にも驚くべき影響を与えていた弟子たちである。ダンディの次のような言葉が引用されている。どの調整的関係を選択するのか、展開部をどう進行させるべきか考えあぐねた際、いつも、弟子たちに相談して、彼らと疑問点を共有し、 彼らの意見を聞くことを好んだ。その一方、フランクの弟子の一人は、フランク夫人が次のように発言をしたと物語っている。彼に向けられる敵意を生んでいるのは全部あなたたち、弟子なのよ。加えて、サン・サーンスとフランク及びその一派との反りが合わなく、なってきており、国民音楽協会においても、いくらか圧力が生じていた。これらのいざこざが、 フランクの心をどれだけ疲弊させたのか確かなことはわからない。しかし彼のより卓越した楽曲がこうした時期に生み出されたことは確かである。公共史の呪われたカリュードと鬼神ピアノのための前奏曲コラールとフーガと公共的変奏曲そしてオペラ、ユルダである。これらの作品の多くは少なくともフランクの生前に行われた。 初演時には波の成功となるか否かといった程度であった。しかし、1879年のピアノ五重奏曲は注目を集めるとともに思考を喚起する作品であるとされた。批評家はこの作品には不穏な世紀が宿り、劇場的といって良いほどの不気味さを称えていると評した。ただし、サン・サーンスはこの作品を特に嫌をしていた。 バイオリン・ソナタの検定を受けたウジェーヌ・イザイ1886年のバイオリン・ソナタはベルギーのバイオリニストであるウジェーヌ・イザイの結婚祝いとして作曲されたものだった。この作品の成功は轟きわたることになる。イザイはこれをブリュッセル・パリで演奏し、さらに演奏旅行に組み込んでしばしば弟のテオ・イザイのピアノ伴奏で演奏した。 彼がこの作品を最後に演奏したのは1926年のパリでイブナットが伴奏を受け持った。20世紀半ばにバラはこのそなたについて次のように記している。少なくともフランスではフランクの最も人気の作品となり室内楽曲のレパートリー全体から見ても最も一般的に受容される楽曲である。フランクへの評価がはっきり定まらなかったことは フランク一派が遅すぎると考えた、フランクの受賞にも現れているかもしれない。1885年8月4日、フランクは、フランスのレジオンドヌール勲章のシェバリエに助された。彼の支持者らは行き通った。ダンディはこう記している。この勲章が音楽家、フランスの芸術に名誉をもたらす、優れた作品の作曲者に与えられたと考えることは、間違っているのか 少しも、そんなことはない。表彰が、単に10年以上勤めた、オルガンの教授へとなされたものだったからである。バラは、世論は、この点について、同じような過ちを犯すまいと続けて、普段はフランクに批判的だった雑誌の記述を引用した。それは、この表彰が、少し遅きに失したのだとしても、食材や、 私服を書いた結出した作曲家に対して正当にもたらされた敬意の印だというものだった。フランクが1886年から1888年にギリシャ神話をもとに手掛けた公共誌プッシシェを発表するとフランクの家庭と取り巻きの弟子たちの間の衝突は新たな局面に突入した。本人の預かり知らぬ場所でも繰り広げられたの 内容は音楽だけにとどまらず、題材の哲学的、宗教的側面にまで及んだ。この作品があまりに感能的であると考えた、フランクの妻と息子は彼により広範な、もっと大衆への訴求力を持つ、そして全体としてより商業的な音楽に専念するよう希望した。一方のダンディはこの楽曲の神話的重要性に触れ、こう述べている。 他神教徒の精神は何も持ち合わせていないが、それどころか、キリスト教徒の温調と感受性を吹き込まれているこの、ダンディの解釈は後になって、日曜教室の新任教師が、悪道に、雅化を教えるように、突然指示された場合に感じるような、ある種の当枠であった。と解説されている。フランク唯一の公教局となる。 公共曲に単調が出版されると、議論はますます勢いを増した。曲の評判はかんばしくなかった。音楽院のオーケストラは、非協力的で、聴衆は冷淡批評家は態度を決められず、仲間の作曲家の多くは、全体の形式をはじめ細部においても、形式主義者の規則や厳格な苦労と及び素人の、監修を破壊した。として取り乱した。フランク自身は、 弟子のルイドスーレにこの曲には、元となる私的な着想があったのかと問われ、いや、ただの音楽だ。純粋な音楽以外には何もない。と答えている。バラによれば公共曲で用いられた様式と技法は、良いものもそうでないものも皆、フランクの思考と芸術家人生の中心を占めた、オルガンに寄することができるという。また、彼はフランクが、この経験から学んだとも指摘している。 彼は弟子たちに向かって、その時以降同じような作品は二度と書まいと述べた。オーギュストロダンによる共像が設置された、フランクの墓1888年、フランクは、次なるオペラ、ジゼルに取り掛かった。しかし、この作品は作曲というに至らぬ奏功の段階までで終わり、完成されることはなかった。対照的に、大規模な、弦楽四重奏曲は完成され、 1890年4月の初演は、聴衆と評論家から好評を持って迎えられた。これ以外にも、同じ時期には、フランクはパリを呼び、近隣都市で、コンサートピアニストとして活動し、2年前には、プッシュェの再演が、熱狂的に終わっており、さらに弟子たちによる数多くの演奏によって、フランクは、成功をお手にしていた。加えて、彼は、 サントクロチルド聖堂で定例の大きな日曜、集会には、即興演奏を披露し続けていた。彼は、オルガンのための大きな作品、またチェロソナタの構想も温めていた可能性がある。1890年7月、フランクが乗車していた、辻馬車が、馬引きの列車と衝突事故を起こす。頭に損傷を受けた、彼は一時意識を喪失した。 直ちに後遺症が見られなかったため彼はそのまま移動を再開し、本人も事故を重要視しなかった。しかしながら次第に歩行が苦痛になり始め、気がつくと彼は演奏会やリハーサルを休むことを余儀なくされ、続いて音楽院での講義も断念せざるを得なくなった。できるだけ急いで休暇をとってヌムールに赴いた彼は、 同地で約束していたオルガン作品やハーモニウムのための移植作品をかけることを願った。休暇中に彼は両プロジェクトに着手することができた。ハーモニウムの作品集よりも早く、オルガン作品が1890年の8月と9月に書き上げられた。この作品は、オルガン音楽史における主曲の一品である、三つのコラールであり、今日でも、 頻繁に演奏されている。バラはこの作品について次のように述べている。その美しさと重要さはこの曲集を音楽による遺書もしくは遺言と考えて全く差し支えないほどである。バラよりも後の時代の電気作家も同様の表現を用いている。全体を通してフランクの意識が大きな別れの言葉となっているのは明らかである。 コラールを作曲したフランクが、自らの体が完全に回復する希望を持ち続けていたと考えるのは難しい、いや、ほとんど不可能に近い。a f ルノワールによる、フランク像10月から音楽院の新学期に入った、フランクであったが、月の半ばに風邪をひいてしまう。この風邪をこじらせたことによって、胸膜炎にかかった、彼は、 みるみるうちに病状を悪化させて11月8日に帰らぬ人となった。1970年にある病理学者が示した初見では、従来、フランクの死は、交通事故が原因とされるか何かしらの関連があるものとされていたが、呼吸器感染自体が死の病となることもあり得たという。抗生物質がまだ知られぬ当時においては、この病状は、 70代男性の肺炎の状態として珍しいものとは言えない。しかしこの判断にはその後疑問を呈する者が現れた。最もよく知っているだろうと思われる二人の人物、すなわちフランク本人と彼の妻が述べた直接の原因には疑いがない。同様に直近の1890年の7月から11月まで家政婦として 彼の身の回りの世話をしていた外部の人間の言葉も、確からしいフランクの数十年にわたる、ろうそくを両側から燃やすような過酷な労働そのものによって、彼が軽度の怪我から回復するのに必要な体力さえもが、損なわれていた可能性も、十分にある。フランクの葬送ミサは、サント・クロチルド制度で執り行われ、音楽院の公式代表だったレオドリーブをはじめ、 サン・サンス、ウジェーヌ・ジグー、ガブリエル・フォーレ、アレクサンドル・ギルマン、シャルル・マリー・ビドール、エド・アール・ラロなどの多数の参列者があった。エマニュエル・シャブリエが、モントルージュにあった元の墓地の側でスピーチを行った。フランクの亡骸は、その後パリのモンパルナス墓地に移され、友人で建築家のガストン・ルドンが設計した墓に、収められた。オーギュスタ・タオルメス率いるフランクの弟子たちは、 オーギュストロダンに銅板への浮き彫りを移植し、完成した3、4サイズのフランクの胸像は1893年に、墓の脇に掲げられた。1904年、彫刻家のアルフレド・シャルル・ルノワールが制作した、記念碑オルガンに向かうセザール・フランクが、サントクロチルド聖堂から通りを挟んで、向かい側のサミュエル・ルソー広場に設置された。フランクは、 現在もモンパルナス墓地に眠っている。フランクは、ベートーベン以降のドイツロマン派音楽、特に同時代のリストやワーグナーから強い影響を受けた。その結果彼の音楽の特徴として、反音階的火星進行が目立つこと、形式的には循環形式を多用することが挙げられる。前半の楽章で登場した主題の一部や全体が、後半の楽章で再現されることで、 曲全体の統一が図られる。また、フランクはさらに進んで、独自の様式を作り上げており、各学章で主要な役割を演じる主題が、単一のモチーフから生成される場合もある。1888年の公共曲に単調ではこの手法が顕著に示されている。また、彼の作品では、巧みな転調が頻繁に行われる。フランクは、 J.S. バッハを研究し、対法を巧みに用いている。作曲に際して比較的完明な音歌を用いるため、単一の旋律で提示される場合はいささか空想で、あるが、循環形式内で複数の旋律で提示された場合は、非常に高潔な印象を与えるのが特徴である。多くのフランクの文下生もこの手法にほぼ習っているが、フランクの高みに触れた者はいない。 フランクは12度をつかむことができる大きな手を持っていた。これによってフランクの古賀作品における西部連結は通常にない自由度を有しており、彼の鍵盤楽器作品では和音の幅の広さが特徴の一つとなっている。バイオリン・ソナタの処方について次のような指摘がある。音楽家の手が怪事文のように大きくないということを、 幸せにも忘れがちなフランクは、ピアノパートに、超重度の和音を散りばめている。以来、ピアニストはこれを演奏するために手を大きく開くことを、強いられてきたのである。フランク作品を読み解く鍵は、彼の性格に求められるのかもしれない。彼の友人たちは彼について、これ異常ないほど謙遜し、気取りなく、尊敬の情にあふれ、勤勉であった。と評した。 弟子の一人で後に、ノートルダム聖堂の聖オルガニストについたルイビ・イエルヌは、フランクに関する記憶を書き留めている。芸術の気品に対する、役割の高貴さに対する、そして音に対して語る、才の厚い紳士さに対する絶え間ない配慮。歓喜と、陰鬱、騒厳と、神秘、力強さと、天意無法さ。サントクロチルド聖堂でのフランクはこれらすべてを、 兼ね備えていた。このフランク自身への賛美は彼の作品すべてに普遍できるだろう。小惑星フランクはフランクの名前にちなんで命名された。ありがとうございます。